製造産業部門。総理に収入の壁の問題について少しお伺いをしたいと思います。収入の壁の問題について皆さんと情報共有、問題認識を共有させていただきたいんですが、社会保険料のいわゆる扶養控除ですね、昨年の最低賃金のは政府のご努力もありまして930円にまで28円去年は引き上がっておりますので930円ということになります。でこれをですね、分析しますと、そもそも103万円、130万円といういわゆる控除の扶養の壁という制度ができたときと今と比べるとおおむね 60% ぐらい上がっているんです。問題はですね、この最賃が上がっていく、お給料が増えるということ自体は、とても喜ばしいことなわけでありますが、一方で、要は時給が上がると、この103万円、130万円の金額にいとも簡単に到達してしまうわけであります。よって、扶養の枠内で働くということを選択していらっしゃる、この103万円のところ、もしくは130万円のところまで行ったところで、仕事を止められるわけです。超えた瞬間に社会保険料の費用が発生すると、30万円近くいきなり保険料を払わなければいけなくなりますので、結果、129万円と131万円の年収では、大幅に実は手取り金額が落ちてしまうという、これをいわゆる壁、収入の壁と言っているわけでありますが、これですね、このことの結果、私はこの状況が、日本人の賃金が上がらない一つの大きな理由だというふうに主張させていただいておりましてですね、制度設計時に比べると、1.5 倍以上に時給が上昇しているという現状を踏まえたときに、この収入の壁になってしまって、障害になってしまっている103万円の壁、130万円の壁、ほかにもいくつか壁はありますが、この壁をどう見直していくのか。壁の存在自体をどう低くしていくのか、もしくはなくしていくのかということの議論も含めて、この控除型の税制のあり方自体を見直すということの必要性に今、迫られていると思うんです。岸田内閣総理大臣。委員のご指摘の働き方によって、この社会保障制度や税制が影響を与えるべきではないという問題意識、それは私も共有いたします。いわゆるこの130万円の壁のような、この労働時間や収入によって、社会保険の適用が変わる問題などについて、働き方に中立的な制度になるよう、今後、全世代型社会保障構築会議において議論を進め、男女が希望どおり働ける社会づくり、進めていきたいと思います。製造産業部門。無駄にしないぜ、汗と精。